オンする。アローズスクリーンのシーサーです。さて本日は福岡県筑紫野市にございます司筑紫野店さんにやってまいりました。早速今日はですね抽選番号こちらです。はい、11番での入場となります。今日もですね多くのお客様並ばれている中で非常に早い番号が引けました。今回できれば朝からまだ街道日記では打てていない機種を挑戦したいと思っておりましたので、そういう意味でも早い番号引けてよかったです。それではシーサーの街道日記第395話よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。さあやってきました。今日は司筑紫野店さんでの第395話、久しぶりにこの筑紫野人選で早い入場ができてます。おはようございます。はい、今日はですねジャッカスチーム座りたいです。座ります。これにします。はい、今日はジャッカスチーム朝から打っていきます。街道日記初挑戦です。早速打っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は8月22日お邪魔してますけれども、導入されたのも8月ですからまだ1ヶ月も経っていない機種にはなります。こちらは疑似ボーナスと本物ボーナス、そしてボーナスと言われる ART、 大きく分けてこの3つのあたりを搭載している純増2枚の ART 機ですね。いずれにしてもですね、この ART ジャッカスボーナスの突入ルートとなるのがどちらかのボーナスですから、通常時まずはボーナスを目指していくということになりますね。まずは開始100ゲームを過ぎましたが、コンクラベモード移行はなく、ゲーム中会場のチャンスもまだ訪れるという感じですね。ただ投資2本100万円の時点で100ゲーム以上消化できてたので、やはりこの通常時のコイン元の良さというのはジャッカスチームの特徴の一つだと言えますね。チャンスキャラですね。クラブモードに行きそうです。はい、127ゲームコクラブモードですけれども、こちらが一応ブリッツボーナスの前兆ステージということになります。そしてミッション、成功ならブリッツボーナスとなります。さあまずは今日最初のゲーム数解除チャンス。ここはまあチャンスパターンですね。さあ開催なら当たりです。行きましょう。はい、ボーナスは1点ということですね。さあここはスイカオはチャンス
ナス当選のチャンスです。ミッション成功なら本物ボーナス。告白を手伝い、結構この演出は強い演出だと思うんですよね。今回は僕の当たりとなるでしょうか。チャンス目からのマッシュスベッド。よし、当たった。ゲーム数解除ではなくレア役解除です。最初の当たりは175ゲーム、投資250枚から、ここはレア役解除ですから本物ボーナス当選となります。あとはビッグかレギュラーか。最初のボーナスは白7ドロイでビッグボーナスとなります。さて、あとは消化中の ART 抽選に当選すれば着圧ボーナス突入となります。そうですね、チャンスボックスからいきます。まあ、消化中は ART 抽選行われますが、7ドロイが発生すれば ART 当選ということになります。もちろん消化中のレア役で ART 抽選行われてますから、レア役が引ければチャンスですね。ここチャンスですよね。チャンス目はスイカ、若干ボーナスにつなげたい最初のボーナスです。チャンス目です。さあ、もう残り枚数も少なくなっておりますが、これいいでしょう。右ナビ選ばれてますし、うーん、108枚。まあ最初のビッグボーナスかなり出会いがありましたけれども、結果的にはジャパンボーナスはつかずですが、ロッキードステージから来ましたね。あ、当たった。1ゲーム目ボーナスが終わって1ゲーム、やはり、まあ、消化中の7ドロイ告知じゃなかったんですけれども、ジャパンボーナス想定していましたね。これが最初の ART となります。さあ、ここから50ゲームのジャカスボーナススタートとなります。で、今これ MB 成立してますけれども、 ART 中この MB の後チェリー出現でボーナスの大チャンスということになりますので、この後が重要ですね。攻撃率ではないですので、ここはチェリー出現にはスライできないかというところですが、チェリー出しですね。 MB からのチェリー出現でボーナスの大チャンスというのが ART 中の特徴の一つでもあります。これで50ゲームを消化です。 ART に入ってからボーナス当選はなく、上乗せもできず終了という結果ですね。ちょうど獲得枚数は200枚。まあ何事もない ART ではありましたが、早い段階でビッグ ART で消化できてよかったと思います。さあ、次の当たりを追いましょう。となります。ゲーム数解除の伝統ステージ、さあ、ミッション演出。まだブリッツボーナスがゼロですから、ブリッツボーナス欲しいですね。
はりこの通道陣のボーナスの軽さは素晴らしいですね。ジャッカスボーナスが終わって58ゲームですが、クレジットのコインを使い切らないうちに再びボーナスを取ったとなります。ただチャンス目もありましたので、どちらでしょうか。あ、ここはブリッジボーナスですね。今日初めての疑似ボーナスに当選しました。まだ準備中ですけど、準備中の連絡は若干ボーナスのチャンスとなります。おそらく今の追加からでしょうね。これで今ジャッカスボーナスがついて、ボーナスオンボーナス成功と出てます。これがですね、このジャッカスチームのボーナスの特徴の一つ、ギャランティーバーストです。ゲーム数上乗せがここから行われた後に ART が始まるというボーナスになりますね。さあ来ました、ギャランティーバーストです。まあ、本来であればブリッジボーナス当選でしたので、青七か紫七が揃って疑似ボーナスというところだったんですが、準備中に本物ボーナスに当選したということです。これがボーナスオンボーナス、そしてギャラクシーファーストということになります。上乗せラッシュで参りましょう。もうすでに ART 確定してます。あとはここで何ゲーム乗せれるかです。行われます。初めて来ましたけど、すごいなんか賑やかっていうか、気持ちのいいボーナスですね。ここはレア役です。ジャッテリーから上乗せは5ゲーム、さらにチェリーが続きます。上乗せ金額もかなり高いですね、このボーナスは。まあ、5ゲームが多いですけれども、まあ、これだけ上乗せが来てくれたら爽快です、爽快です。ダッチェリーから20ゲーム、はい、これで今日3回目のビッグボーナスでしたけども、終了ですね。獲得枚数は108枚、そして上乗せが95ゲームです。というわけで3回目のジャッカスボーナスは95ゲームスタートの ART となります。チャンスは来ました。あった。ART に入って初めて MB の後のトリ実現です。これでボーナスチャンス。そして高確率に突入です。あ。結構偏ってきましたね。とにかく ART のゲーム数を大きく持てるためには、消化中にボーナスを引かなくてはいけません。そのチャンスが今来てます。
まして、 ART 中はボーナスなしと。まあここはボーナスオンボーナスからスタートした ART だったので、せめて100ゲーム以上消化したかったですが、終了です。なかなか伸ばせませんね。今日は朝からカイド日記では初実戦となるジャカステム打ってますけれども、初期投手は250枚ありましたが、まずまずのスタートになったんじゃないですかね。ボーナス ART、 そしてブリッツボーナス当選と、まあ、一通りジャカスチームの、まあ、大当たりまでの流れというのは見れたので良かったと思います。まあ、通常時コイン持ちがいいですし、初当たりも軽い ART 機ですから、持ち込みができれば非常に気持ち的にも楽になります。というわけでこの後もジャカスチーム続行していきたいと思います。戻ります。いらっしゃいます。これこそどのジャンキーそれさえあればロッキードステージ100ゲーム消化して、もう全然そんなに激しい追い込みなし出ないし、あんまり収支に差が出ないので、もうやめますって言おうとしたんですけど、ロッキードステージもちろんここは回します。さあ、ここからまた再び500ゲームとかというハマりが来てしまえば、もう追加投資は追えませんので、そうさせないためにも当てるしかありません。それまでにあ、前のゲームチェリー取りこぼしてまして、すいません。ボーナスですから、コンクラベモードからのゲーム2回転ではなく、その前のゲームのチェリーでしょうね。ギャランティーボーナス確定しました。あ、ギャランティーバースト、初めてのレギュラーボーナスですけれども、まあ、ここはジャカスボーナス確定してますので、もちろんゲーム中の上乗せになりますが、スーパートリジャカスボーナスですから、マイゲームナビが出るはずです。そしてマイゲーム上乗せが行われるはずです。まあ、今日初めてレギュラーボーナス消化してますけど、本来であればこれは3択のところ全ナビですね。あ、金の宝箱になりました。これも大きなゲームになってくれるんじゃないですか。格のせいです。さあ、ここまで4回ジャカスボーナスありましたけど、いずれも100ゲームを超える消化ゲームってなかったですけど、今日一番の AR になりますね、これで。そうですね、50のセーブってことは200ゲームやりました。200ゲームのジャッカスボーナスです。さっきすいません、チェリー取り込もうと。いきます、今日5回目の ART です。250ゲームスタートですね。よし、これで勝てる。まあ、投資が250枚で、すでに持ち込みが200枚以上はあるので、200枚くらいあるので勝ちますね。さあ、250ゲームのジャカスボーナス、やっとまともな獲得枚数を得ることができそうですね。さあ、ART は残り11ゲームです。お願いします。まあ、
聞けないでしょうね、この ART 中も。さあ頼むぞ。さあ夜ステージに行きましたね。ここは本面町のチャンスです。やっと最後の最後にチャンスが来ました。 ART はもう残り1ゲームというところです。それでゲーム数は消化ですけど、ここで割れてウィンド出ればブリッツボーナスプラス5点です。当たってました。いやもう本当にギリギリでしたね。これが ART 中初めてのボーナス5点となります。そして今日はですね、通常時のブリッツボーナスも一度も消化してないんですよね。なのでブリッツボーナス自体消化するのは初めてとなります。紫ナナも青ナナも今日は揃えることができてませんでした。今日初めての紫ナナ揃いとなります。ゲーム数の上乗せ抽選行われますから、もう残りゲーム数がない ART ですので、なんとか乗せたいです。できればこの中でオンしたいですね。今更ですけどブリッジボーナス初期ゲームは30ゲーム、そして30ゲーム消化ごとに今継続抽選という形になります。やっとレア企画しました。ラッセリー。上乗せチャンス到来です。チャンス目です。ラッセリーからチャンス目。そして小焼波にも今ファイヤー柄、炎柄がついてますからチャンスですね。7が揃えば上乗せです。あ、ボーナスオンボーナスの可能性ももちろんあります。ボーナスはなし、ボーナスはなしです。これで30ゲームを消化です。エレベーターを抜けることができればボーナスは継続します。消化中の上乗せはなし、ボーナス当選もなし、継続もなし、終了ですね。ジャカスボーナスはラスト10ゲームとなります。あ、そっか、 MB を今引いてましたね。しかしチェリーは危険です。250ゲームスタートの ART でしたけれども、上乗せはわずか10ゲームのみで終了です。はい、250ゲームスタートでしたので、まあ、いくつかのボーナス当選にも期待しましたが、ブリッジボーナスプラスは1回のみ、668枚で終了となります。何か試験は、まあ、なんとか獲得枚数的には今日一番の ART になりましたので良かったですけど、もうちょっと楽しみたい ART でしたね今のは。終了です。持ちコインはこれで約900枚という状況になっています。75ゲームですね。持ちコインが今1000枚ぐらいです。1000枚ちょうどぐらいなので、まあ、なかなかこうダラダラの展開が続いた中でようやく
高知コインで1000枚超えることができたので今日はここでもう交換したいと思います。ありがとうございました。楽しい台でしたね。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、ジャッカスチームですね、交換枚数こちらでございました。980枚です。プラスは730枚です。730枚、そうですね、なかなかこう獲得枚数伸ばせない中で、まあ、最後は1000枚近い交換ができたので良かったかなと思います。まあ、最後1枚余りましたので1回転回してきます。はい、実践終了でございます。今日は抽選番号11番と早い入場ができまして、街道日記では初実践となるジャッカスチーム打ってまいりました。まあ、かなりコンスタントに当たりは引けてたんですけど、なかなか獲得枚数が伸ばせない中で、途中500ゲーム以上のハマりもあり大丈夫かなと思いましたけど、結果的には投資250枚に対して交換枚数がこちら980枚でした。はい、何回当たりを引いたんだろうと思うぐらいボーナスはよく引いておりましたが、結局一度も一撃1000枚を超えるような波を作ることはできず、まあ、最後はなんとか今日一番の持ちコインというところでやめれたので良かったのかなと思います。はい、また機会があればチャレンジしたいと思います。以上、シーサの街道日記第395話でした。次回の街道日記は、勝てるイメージのあるあの店舗で、勝てるイメージのあるあの台で勝負。次回、小さな街道に、第396話、ハーデス三昧。次回もよろしくお願いいたします。T-Tube、人気のパチンコ、パチプロ動画が無料で見られる。スケジュールをチェックして、人気ライターの来店情報を受け取ったら、番組収録を見に行こう。完全無料、今すぐダウンロード。